マリー・フランソワーズ・ド・サボア・ヌ・ムールは、ポルトガル王アフォンソ六世の王妃、後、ペドロ二世の王妃。ポルトガル五名は、マリア・フランシスカ・イザベル・デ・サボヤ。サボヤ家の一族である、第六代ヌ・ムール公、シャルル・アメデ・ド・サボア・ヌ・ムールとエリザベート・ド・ブルボン番ンの、次女として、パリに生まれた。姉、マリー・ジャンヌは、サボヤ公、カルロ・エマヌエーレ二世の二番目の日となった。 スペインと対抗するためポルトガルの協力が必要となったルイ14世のためフランス貴族の中からマリーが選ばれ即位したばかりのアフォンソの花嫁となった。ラロシェルからリスボンに到着したマリーは病の後遺症で左半身が麻痺し精神障害のある王と面会して失望を隠せなかったという。当時ポルトガル王政復古戦争はまだ続いており意志白弱な王は 野心的な貴族たちの影響下にあった。マリーは王帝ペドロと協力して、親スペインの貴族らを排斥し、アフォンソ王をアゾレス諸島内のテルセーラ島へ事実上監禁させた。また、マリーは王の性的不能を理由に、結婚の無効を申請、認められるや、いなや1ヶ月後に、摂政、ペドロ王子と再婚した。二人の間には1669年に生まれた。 カズメイザベル・リーザしかなく、直系の男子がいない、ブラガンサ王家は断絶の危機を迎えた。1683年に、アフォンソ王が亡くなり、ペドロとマリーが即位した。しかし、同年12月にマリーは死去し、フランセシナス総員に葬られた。後、1912年に、ブラガンサ家の墓所のあるサンビセンテで放羅修道院に、再埋葬された。ありがとうございます。